はい、えー、今日私山内幸子はイラミナにありますトーカフェギャラリーという場所にお邪魔しておりますさあお隣この方です自己紹介をお願いいたします でトーカフェギャラリー店長の松田七重と申しますはい、七重さん今日よろしくお願いいたします私今日初めてこちらの場所に足を踏み入れたんですけれどもなんかね長居したくなっちゃうようなとっても癒しの空間いい時間が流れてるといった場所ですさあこのね、えー、トーカフェこれは TOU と書いてトーカフェギャラリーなんですけれどもまあ、名前の通りカフェとまあギャラリーがあるということなんですがお店のね店 店舗紹介を少ししていただけますかはい。えー、と当カフェギャラリーは、えー、と八千文の里の中にある読みたん,ん焼き北釜、米志工房の作品を主にご提供しているカフェギャラリーになっています。えー、ギャラリーの方では、えー、作品を展示、販売しておりまして、<あ>カフェスペースでは、はい、あのその八千文にお食事をあの入れてご提供している、うん ところです。うん、はい。なんとランチにはカレーもあるということで、なんかこだわりのカレーだったりするんですか。はい。えっと小麦粉を使わずにスパイスから<ー>、えー、あのカレーを作っている、えー、ものもあります。うん、はい。何かお店のねお客様の反応とかあの、うん、こんな方に喜んでいただいてるとか何かお客様の声があったら教えてください。はい。えっとヤチムンが好きな方は。 そうですね。すごく家賃に囲まれているので、その見応えがあるかと思います。また、建物にもすごく。あの。 こだわって作ってて作いますので、うん、建築の方とかもと建物を見にあのいらっしゃる方たちもいますので<ー>よかったら建物を見にでもいいので遊びに来てください家賃というとねどうしてもこのカフェだとお皿っていうイメージがあるんですがあの花瓶とかねこちらのスペースに置いてあるものはなんか大きめのものもあったりしますがこれも販売でじゃあ買っていけるということなんですね。そうですね、はいうん、大皿やまた花瓶 などもありますので、うんはい、なかなか見られないものもあったりしますので、はい、購入もできます。うんはい、ということでね、えー、ぜひカフェそしてギャラリーを両方一度に二度楽しめるという、ね、このと、えー、カフェギャラリーなんですけれども、えー、近いところ今度7月6日にねイベントが行われるということでこの詳細を増田さん教えていただけますか、はいえー、と暮らしの中の中小さい池花 っていうテーマでわいけばなのワークショップを行います。うんうん、えっと創月流三級師範をお持ちの大久保智美さんという方があのいけばなを教えてくださいます。うん、であの大きいあの器を使って焼きもいけばなをするのではなくて、うん、コップですとかちょっと口の広いタイプのものを使用して、うんえー、小さい気軽にお花を自宅でいける。うん 生きられるように、うん、そういうふうにあのいけばなできるように教えていただきますので、うん、はい初心者でも大丈夫そうですねはい、うん、ぜひあのビギナーの方、うん、<laughs> 初心者の方、うん、みんなで楽しめたらいいなと思います八つ分とこのねいけばなのコラボレーションということで気になるお値段の方もご案内していただいてよろしいですか、うん、はいえっと料金の方が器とお花と、うんうん スイーツとドリンクを込みで5500円になっていますすべてあの焼き物も生けた、うんえー、器もお持ち帰りできますので、うん、はいすごいお得なプランですけど <laughs> そうですね <laughs> はいあ生けた、えー、やちも,もですね実際使ってみてから、うん、あのすごく魅力を感じると思いますので、うん、はいあの いけばなするときに好きな作品を選ぶことができますので、その作品もたくさんの中から選んでいけたらいいなと思ってます。えー、これはえっ、ー、と申し込みはどういうふうにしたらいいんですか。そうですね、あの当カフェ＆ギャラリーの店舗の方にお電話での受付になっております、うん。はい。まだ一応空きはあるということなので、皆さんお急ぎください。はい。そしてね、お店の情報としてえっ、ー、と住所、そして S.N.S 情報、また駐車場も教えていただきいただいてよろしいですか。 はい、えー、住所の方が読美タウン,ソンアザイラミナ578番地になっています。うん、駐車場が、えー、5台ほど止められるんですけれども、えー、ちょっと敷地が広いので、うん、それ以上、えー、と詰めれば10台ぐらいは入るかなと思います。うん、はい。はい 定休日は日曜日と月曜日になっております。はい、はい。営業時間は11時から18時までとなっております。はい、えー。カフェのねメニューだけでなく器も楽しめる東、えー、カフェギャラリーからお話を伺いましたマサさん今日はどうもありがとうございました。はいどうもありがとうございました。はいぜひ皆さんいらしてください。バイバイ。